でも、あ、ひょっとしてキャッスルの前で会った。この絵がもう面白い。こんにちは、ペカちゃんです。今回なんですけども、レベル5から出ました、ガールズ RPG シンデレライフ、こちらのゲームの方をね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。こちらのゲームなんですけども、2012年の3月8日ということなので、もう8年以上前の、ゲームにはなります。で、多分ね、このチャンネルを見てる方は、このゲームあまり知らないと思うんで、一応ね、ゲームの概要をね、説明させていただきます。こちらのゲームなんですけども、自分のアバターを作り、ネオ銀座の店、キャッスルという店において、ネオジェンとして接客を行う。接客により経験値が溜まっていき、魅力も上がっていくという、感じなんですけども、はい、このネオジェンヌ、まあ、ネオジェンヌってなんか、ね、なんかいい職業みたいな感じな書かれ方しますけども、ぶっちゃけキャバ嬢です。キャバ嬢で、で、このキャッスルって店も、ぶっちゃけで言うと、キャバクラです。つまり、このゲームは自分がキャバ嬢になるという、そういうゲームでございます。なんかレベル5っぽくないですね。ということで、まあ、ちょっと早速やっていきたいと思うんですけども、今回はね、せっかくテレペカでやるわけですから、まあ、いないレンタなんですよ、今回やるの。この、シンデレライフなんですけども、いないレンタです。ということで、ね、よろしくお願いします。で、今回、ちょっと中古データをちょっと進めたもので、やっていきます。今回、ちょっといないレンタやるためにね、まあ、中古データからさらに10時間ほど仕込みの方を行いました。やっていきましょう。ということで、はい、これ俺です。いや、俺っていうな。私?私って言えばいいのかな?あ、私です、これが。はい、キャバ嬢。キャバ嬢です、これね。まあ、これで店に出勤して、で、客と接客を行っていくっていう感じなんですけども、ちょっと部屋出ていきましょうか。で、今これね、外に出ていました。まあ、こうやって見るとさ、なんかすごい、まあ、この 3D の作り方といい、なんかレベル5っぽい感じの雰囲気はちょっとあるよね。うん。これなんかこの、3D のこのキャラといい、なんかそんな感じはしますよね。で、ちょっとここ行くと、キャバクラなんで、行きます。はい。ここキャバクラです。あれ?ってことなんですよ。あれってことなんですよ。そうなんですよ。はい。遠藤いるんですよ、このゲーム。なんとこのゲーム、遠藤がいましてですね。遠藤はキャバクラにお客さんとしてます。ということで、ちょっとね、これ、はい。遠藤に話しかけていきたいと思います。スペシャルエピソード進めます。キャッスルを覗いてるみたいですけど、もしかしてお店に何かご用ですか?ひょっとしてこの店の人か?そう、遠藤これからキャバクラに行くところを見れますから。マジで本編では絶対にありえないシチュエーションだから、これ注目です。はい、キャッスルで働いてます。ちょっと聞きたいんだけど、この辺りで赤い髪の人を見かけなかったか?赤い髪の人、多分遠藤が探してるってことは、いないれのキャラクターってことだよね。バーンのことかな?いや、なんか、バーン探すってまた変な話だよね。ヒロトって俺の友達なんだ。ヒロト!はぁ。この店の前で会おうって呼び出されたんだが、あ!ってことは、ヒロトが遠藤をキャバクラに呼び出そうとしたってことかな?これはね。多分そういうことだよね。まあ、遠藤一人キャバクラに行くってなかなか現実的ではないからな、なんかね。お店のスタッフにも聞いてみましょうか。うん、いや、もう少しだけ待ってから、ヒロトに連絡してみるよ。え、ヒロトも出るのかな、このゲーム。ね。いや、なんか、ゲームの PV では、遠藤とキドはお客さんとして来るんですよ、このゲーム。うん。あとね、このゲームなんかね、その、コラボ結構、すごくて、遠藤とかキドの他にも、カイジとか、ルパン三世とかもいたりします。まあ、そういう人を、お客さんに来たりします。まあ、そういうなんか結構個性豊かなゲームなんですけども、まあ、ヒロトは確か PV なかったな。これサプライズ登場ってことなのかもしんない。ああ、その時はよろしくな。あ、これで多分会話は終了かな?だよね。じゃあまあ、とりあえず家帰ってさ、夜行きましょう。うん。家に帰って寝ることで夜に進むことができるんで、ちょっと夜に一回戻ります。一回寝まーす。夜にします。うん。さあ、ちなみにこのね、アバターね、俺がデザインしました。基本的にいろんな服とか あるんですけど、いろんな服とかね、ファッションも自分でいろいろね、あるんですけども、やっぱ俺がこれ可愛いなと思って、このファッションが。うん。なので、このファッションにしてます。このドレスに、この髪型。もう俺の好みドストライクなんですよ、これがね。はい。さあ、行くぞ!はい、ということで、キャバクラの方到着しました。ちょっと今日来てるお客さん見てみましょう。遠藤おる!うん。よかった。これでストーリー進んでますね。しかも、VIP 席。金持ってんなー、こいつ。やっぱり、監督って金高いんすかね。ちょっと行きましょう。こちら、このホールで。
お客さんが来てるのかな。で、VIP なんで、これね、右に行くとこれ普通のお客さんが、まあ、いますと。うん。お金持ってる人たちですね、これね。多分ね。で、ここが VIP 席。あ、でもね、俺もね、ストーリーさ、進めててさ、この VIP 席が空いたの俺初めて見たかもしんない。うん。行きます。VIP ルーム、入ります。さあ、遠藤接客するぞ。でも、あ、ひょっとしてキャッスルの前で会った。うん、この絵がもう面白い。この絵がもうさ、違和感しかねえ。おおって言ってたら、おおって、よろしくなって。遠藤はさ、キャバクラだと思って来てんのかな？実は報告がしたくて探してたんだ。え、報告ですか？ああ、とりあえず座って話そう。でもなんか遠藤キャバクラだと思って来てないよね、これなんか。あ、接客開始。はい。あれか、ヒロトと連絡が取れて、お話題ヒロトを手に入れた。この店の中で待ち合わせることになったんだ。やっぱヒロト出てくんのかな？ちょっと、そこは楽しみ。うん。そうなんですか。連絡が取れてよかったですね。ああ、そのことを知らせようと思って。ん？ヒロトから電話だ。少し話してくる。お！ちょっとこれヒロトの声とかって出たりするのかな？だから俺、ちょっとヒロトを求めすぎじゃない？さあ。あ、いなくなった。ああ。さすがにいないのかな、ヒロトはね。うん、そういうことか。どうしたんですか？今日ヒロトは来られなくなったみたいだ。わーということは、女慣れしていない遠藤一人でキャバクラに来るという、そういうことになってしまいましたね、これね。え、そうなんですか？仕事が急に入ったみたいで。また今度にするかって聞いたら、せっかくだから一人でも羽を伸ばしたら。だってさ、あいつに気遣ってくれたのかもな。なるほどな。うん、でも、こういう店って多分遠藤来ないだろうから、羽のは伸びるんでしょうか？果たして。そうですか、ちょっと残念でしたね。まあでもそういうことなら、ちょっとゆっくりしていくよ。よろしくな。お！でもなんかその緊張とかないね。俺絶対さ、一人とかで行ったらさ、俺だったら緊張するわ。本当に。うん。はい、こちらこそよろしくお願いします。さあ、ドリンクオーダー。まずは喉が渇いたし、飲むのもらおうかな。大体ね、普通のお客さんとかはここでお酒を頼むんですよ。まあ、焼酎とか日本酒とか、まあ、カクテルとか、そういうの頼むんですよ。遠藤は何頼むのかな？ノンアルコールでじゅわっとするものがいい。ノンアルコールでじゅわっとするもの。炭酸水か？なんだろう。じゅわっとするもの。ってことは、お酒ではないんだ。お酒嫌いなんかな、遠藤って。ってなると、なんだ、じゅわっと、もうメロンソーダしかなくない？これ。メロンソーダだよな。この中で、じゃあ何がそれかって言ったら。2000円。なんか、好みはちょっとまだ子供だよね。でもこれだよな、多分。さあ、2000円です。しかしこれ。ちょっと高いです。お待たせしました、メロンソーダです。やるじゃないか。やるじゃないか。お、いいね。うん、この味爽やかでいいよな。さあ、トーク。遠藤とトークしていきます。そういえば気になったことを聞いてもいいか。はい、私が答えられることなら、あのさ、ネオジェンヌってどういう仕事なんだ？あの、キャバクラです。あの、キャバ嬢だ。こいつ多分、本当に何も知らずに来たんだな、遠藤。ネオジェンヌは、お客様といろんな話をして、幸せな時間をプレゼントする仕事です。もうキャバ嬢です。はい。幸せな時間が、なんだかすごそうだな。これ、サッカーのことしか知らないからさ、多分、ピンと来てないのかもしんない。ところでお客様は、とっても動きそう、いや、そうだ、服装です。確かにさ、キャバクラに来る服装ではないよな、これ。何かスポーツでもされてるんですか？ああ、よくわかったな。ライモンチェってことでサッカー部の監督をやっているんだ。話題監督を手に入れた。さあ、シンキングタイム。はい。相手が中学生でいろいろ大変そうですね。ライモンチェ確かサッカーの名門校ですよね。監督ってとっても大変なお仕事じゃないですか。どれがいいだろう？なんか、結構さ、どれも聞きたい。まあ、そうだね。ここでしかやっぱ聞けない話を俺は掘り出したいわけですよ。遠藤がさ、その、中学生相手にどういう気持ちを持って指導してるかって、実はアニメとかでもあんまり裏側とかではもう語ってない ような気はしてるのよ。だからちょっとこれ聞いてみてもいいか。相手が中学生だといろいろ大変そうですね。ちょっとこれ言ってみよう。さあどうだ。相手が中学生だといろいろ大変そうですね。いいぞって。たった一日で驚くほど成長する時もあって、その姿を見ると俺も負けられないと思うんだ。おー。おっと、そういえば自己紹介はまだだった。俺は遠藤守だ。
ね、なんか面白いな、面白いな今の。名前はなんだっけ。いや、私も忘れていてごめんなさい。はい、まあまあ、あの名前多分隠れてると思うんで、まあの、うん、花子です、よろしくお願いします。まあ、花子ってことにしようか。うん、まあまあ花子か、よろしくなと。はい、それではお客様の呼び方は、え、確かにここどうしよう。ね、まもるくん、遠藤くん、遠藤さん。これまもるくんしかないでしょ。遠藤くん、遠藤さんは普通すぎる。まもるくんはだって、ね、冬香に呼ばれてた、あの名前なわけですか。ちょっとこれさ、一つ揺さぶってみよう、まもるくん。攻めます。俺はもう攻めるからね。親しみを込めて、まもるくんとか。いいぞ。お、いいぞって。うん、なんとなくこそばゆいから。まあ、そうだよね、こそばゆいよな。違う読み方じゃダメか。それでしたら、遠藤さんなら大丈夫ですか？それが一番落ち着きそうだ。遠藤さん！もう立ち向かいしか思い浮かばん、それは。さあ、トーク2。トーク2。あれ、サッカーで遠藤さんって、もしかして稲妻ジャパンの遠藤さんですか？気づくのが遅え、こいつ。お、俺のこと知ってるのか？まあ。まあ、そうだね。これはね、なんかね、一応ね、これね、なんか、下にゲージみたいに出てるじゃないですか。多分、あれがね、100にならないと、ストーリー進まないんですよ。なので、どう忘れしました。こういうのはやめとこう。もう、伝説のキャプテンですよね。まあ、ちょ、こういう風に遠藤をちょっと盛り上げていきましょう。伝説のキャプテンですよね、と。はい。はい。稲妻ジャパンで伝説のキャプテンですよね。いいぞ。おー。めっちゃ上がった。いいね、いいね、いいね。伝説ってのは言い過ぎだな。いや、でも、遠藤は伝説だよな。マジで。稲妻ジャパンで世界一になったんですよね。うん。ああ、そうだな。そのキャプテンの遠藤さんを接客するなんて、なんだか緊張してきちゃいました。まあまあまあ、緊張するわな。大物だもん。そんなに緊張するな。ここ、声取ってんだな。そんなに緊張するな。はい。一応、このために取ったボイスも何個かありそうですね。フードオーダー。腹が減ったら何か食べ物はないか。さあ、これね、スロットで決めるんですよ。まあ、スイーツインパクトがね、結構多いんですけど、まあ、ここ金をせしめるために、なんかそれ以外出したいですよね。あー、ダメだ！惜しい！まあ、スイーツ。まあまあ、いいでしょう。1万だからな。うん、これで7万とか取りたかったっすよね。そう、いかに金をせしめるかっていうゲームでもあるわけなんで。いいぞ！いいぞ！いいね。甘いものも結構美味しいよな。さあ、トーク3。サッカーって楽しそうですね。うん。おろおろどうだ？サッカーは楽しいぞ。最近は女子サッカーも活躍してるしな。お、女子サッカー。あ、そっか。この世界戦の時って、なでしこジャパンが活躍してた時じゃないかな。2012とかだし。そうだよね。ふう、ボールを追いかけるのもいいですけど、頑張ってる選手たちのために、記録したりお世話するのもいいですよね。マネージャーのことだね。さあ、来た。ここで、並び替えて単語を作るゲームが始まりました。まあ、サポートということですね、これはね。はい。サポート。サポートでお洗濯とか差し入れとか。うん。やるじゃないか。やるじゃないか。はい。お、それは嬉しいな。そうだね、マネージャーね。マネージャー。選手のようにフィールドには立てないですけど、みんなを支えるのもチームの一員かなって。うん。うん、マネージャーもすごく大事だ。そうだね、ライモン中のマネージャーってめっちゃ恵まれてたよな。顔面偏差値もいいし。で、しかも、あれだよな、まあまあ、春菜は別として、それ以外の3人は全員遠藤のこと好きっていう、ある意味ハーレム状態ではあったよな。あれ。マネージャーの作る料理は元気が出るしな。うん、カッコ1名を除くと。遠藤さん、マネージャーさんのどんな料理が好きだったんですか？多分おにぎりと予想。そうだな、気持ちさえこもっていれば、俺は何でもうまいと思うぞ。ああ、いいな。あ。やっぱこれ一つだけさ、あのね、ディスるようなあれがあるんですけど、ね、まあ、今度ライモン中に差し入れをしたいです。これやろう。これでいこう。うん。こう積極的な姿勢を見せていく。うん、でもこのクソでさ、ライモン中来たらさ、選手たちが興奮しちゃうよな。うん。いいぞ。いいぞ。は、気持ちだけ受け取っておくよ。社交辞令された。さあ、あ、
遠藤さんにはどの話題が心に響くかな。さあ話題を選んでね。そうだね、監督の話を聞いてみようかな。ヒロトの話を聞いてみようかな。そうだな、監督の話面白いと思うんだけど、大人になってからのヒロトの話ってあんまり語られてないような気もするんですよね。うん、でさっき監督やっててなんか中学生で大変ですねみたいな、そういう話は聞いたから、今度はヒロトの話を聞いてみたいと思います。そういえば遠藤さんをここに呼んだヒロトさんってどういう方なんですか？お、稲妻ジャパンのチームメイトだ。この店に来たことがあるみたいだったら。え、そうなんだ。赤い髪で塩色白のやつなんだけど。そうなんですか、今度お会いしてみたいです。あ、いつか会えるかもな。そんだけ。遠藤さんはそろそろお時間です。お会計はヒロト様にいただくことになっております。え、ヒロトのおごりかよこれ。あ、え、そうなのか、ヒロトのやつ。それでは失礼いたします。いやでもこれ多分さ、ストーリークリアできてないよな多分これ。すいません、あまり満足していただけなくて。気にするな、次また頑張ればいいじゃないか。多分失敗したなストーリーな。ありがとうございました。はい、その時はもっと頑張ります。でも多分そうだよなこれ、失敗か。うん、いや難しいね。失敗しちゃったか、ちょっときつかったね。うん、これは残念。140万ヒロトのおごりか。じゃあボーナス高くね。なんだ、まあ、基本料金18万、まだ分からんけど分かる。オーダー料金1万2000円、まあ、これも高いけど分かる。ボーナス120万、なんだこれ。そのボーナスの書き方、歌舞伎上のぼったくりバー。